今週からの新コーナーでは、本編放送の際に尺の問題やその他諸々の都合でカットされてしまったシーンを音声だけ特別に公開します。それでは早速行ってみましょう。別にいいよ、シュウ君の最後の女になれるなら。やっぱりあなたとは分かり合えそうにないわね、一生。さすが初めての女は余裕あるよね。思い出にしかならない恋なんて虚しいだけよ。それで一つ聞きたいことがあるんだけど。何よ。二人の初めてっていつのこと。そんな下世話な話できるわけないでしょ。まあそうだよね、ごめん忘れて。4年前のクリスマスだったかな。なぜ言いたがる。最初に聞いたのはあなたでしょ。4年前ってシュウ君がいくつの時。シュウの正確な年齢は設定のどこにも記載されてないから。まあいいや、じゃあこの話はこれでおしまい。まあ一番俗っぽい日だったってのは認めるけど、それくらいのきっかけがなくちゃお互い踏ん切りがつかなかったのよ。おしまいって言ってるのに。シュウは年下だし、私がリードしなくちゃってめっちゃ気負っていろいろテンパっちゃってさ。こいつマジうざい。でもシュウの方は結構落ち着いてて、それがなんだか悔しくってね。あれ？でもちょっと待って。何よ、ここからがいいとこなのに。実はこの前の契約でシュウ君が差し出した記憶が4年前のハロウィンのものでさ。ハロウィン？確かハロウィンってクリスマスよりも前だよね。あれ？じゃああっちの子の方が先なのか。あっちの子って誰？次回エンゲージキス第5話、歌方の爪痕